エリーザベトと夫のカール公使、コンデジの記念写真、エリーザベト・フォン・ウラッハは、ドイツ・ビュルテンベルク王国の貴族女性で、リヒテンシュタイン公使カールの妻。全名は、エリーザベト・アウグステマリー・フロレスティー・ネル・イーゼ。ウラッハ・コー・ビルヘルム・カールと、その最初の妻で、バイエルン公、カール・テオドールの娘である、アマーリエの間の第二子、次女として、ビュルテンベルクのリヒテンシュタイン城で生まれた。 1909年までシュトゥットガルトのカトリック中東女学校で、1909年から1912年までシャルロッテを非中東教育学校で学んだ。1912年に母が死ぬと公爵家の家政を切り盛りする役目を担い、幼い弟妹たちの母親代わりを務めた。1913年、プロイセン王子ヨアヒムに求婚された。 しかしエリーザベトはプロテスタントに終始返するのを嫌がったので破断に終わった。第一次世界大戦中、留守を預かるエリーザベトは、ドイツ軍陸軍中将第26師団長として各地を転戦していた父との間で多くの文通を交わした。父子の書簡は、現在、歴史資料として、シュトットガルト中央文書館に所蔵されている。 1921年3月31日に、シュトゥットガルトにおいて、リヒテンシュタイン公子カールと民事婚を行った。カールは、リヒテンシュタイン公、ヨハン2世の老いにあたり、1918年から1920年まで、おじの事実上の摂政を務めていた。二人の宗教婚は、同年4月5日に、テーゲルン税で取り行われた。夫妻はマニニナンニ何二条も受けた。 エイビー・ニコラ・ベトマン、エリザベート・フア・スタイン・フォン・ユチ・グレフィン・フォーン・ベルタン・ベク、ビオグラフィウント・ベスト・アンド、リステ・デア・レイジ・ザ・アンス・マイト・グリダー・でファーステントムズ、リヒテン・スタイン1862-2012。ありがとうございます。